私の声聞こえる？思い出してみて、記憶の中に漂う自分という姿を。ごめん、ちょっと待って。悪くない。きっとお返しする。また会おう。久しぶりだな。いやー、悪いね。この程度。オーケー、わかったぜ。さすがに限界だ。ありがとうよ。楽しませてもらった。また会うかもな。期待以上だ。あった。このままじゃ。
そう、それがあなたの姿。やっと会えるね。意識はしっかりしている？あなたはこれからフシの存在、レブナントとして目覚めの時を迎える。レブナントとして生きるために知っておいてほしいことがあるの。よく聞いて。レブナントはその血にブラッドコードという特別な力を宿すの。どんな力のブラッドコードが自分に宿っているのか、実際に試して確認してみて。そのブラッドコードはファイターと呼ばれるものね。戦闘に有利なブラッドコードよ。ブラッドコードの持つ一つ一つの力は連結と呼ばれているの。ファイターは耐久力が恒久的に上昇する連結を持っているわ。他には一時的に攻撃力を増加させる連結もあるみたい。この連結を使ってみましょうか。それじゃあ使ってみて。上出来ね。連結は事前に準備しておかないと効果を発揮しないから気をつけてね。大事なことを言い忘れてた。連結を発動するためには特別な血が必要なの。自我を失い化け物になり果ててしまったレブナント、ロストの血が。その武器でロストを攻撃すれば敵の明血を吸収することができるから覚えておいてね。これがファイター、そして連結についての基礎知識。
それぞれの特性を見極めることが重要なの。しまった。だからこそあなたには無限の可能性がある。あなたはブラッドコードを切り替えることのできる特別な存在。ほら、心の奥底に目を向けてみて。ブラッドコードはレンジャーと呼ばれるものね。あら、今のあなたにはその武器は重すぎるみたい。レンジャーは器用さに優れていて、軽い武器での戦闘を得意とするの。武器を銃剣に持ち替えてみましょうか。銃撃には明結が必要なの。連結を使うことも考えると、どうしても明結不足になりがちよね。その時はあなたが装備している画装の出番よ。画装を使えばロストから一気に吸血することができるの。さらに明結を保持しておける最大量まで伸ばすことができるから、敵から吸血できるチャンスは逃さないようにしてね。吸血についての基礎知識。もう一つのブラッドコードも試してみましょうか。さあ、心の奥底に目を向けてみて。そのブラッドコードはキャスターと呼ばれるものね。キャスターはおとぎ話に出てくる魔法使いのような能力を持っているの。連結を使うことで血を弾丸のように射出することができるわ。飲み込みが早いわ。ブラッドショットは威力よりも射程を優先した連結なの。そうね、
他の連結を習得してみましょうか。宿り木に触れることで連結を習得することができるわ。探してみて。無事に習得できたみたいね。せっかくだから使ってみましょう。フロアは敵に大ダメージを与えられる強力な連結よ。その分消耗する明結の量も多いから使うタイミングは間違えないようにしてね。それと装備する画装によって威力が変わったりもするの。使用する連結の特性、画装との相性、少し複雑だけど頭に入れておいてね。だったけど分かってもらえたかな。あなたは自身のブラッドコードを失った特別な存在だからこそ無限の可能性がある。ブラッドコードの切り替えだけじゃなく新たなブラッドコードを取り込むこともできるはず。人の力を自分のものにする、これはあなたにしかできないこと。あなたにしかできないことがある。あなたの血でしか救えないことが。さあ目を覚まして、世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？
私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が渇きを癒します。どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。寝かしといてやんな。お前さんのことずっと心配そうに見てたんだぜ。3番、
4番仕事の時間だ。装備を確認して上がってこい。ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせ、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。ふん、枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は…これが何か分かるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあ、そういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバ様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おった、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。